おはようございます。今日火曜日で定休日ですが、九州の中川区にですね、最近、お客さんにも、好評な炭焼きの新しい、料理を作っていただきました。おはようございます。おはようございます。今日は炭焼きを使って甘鯛で本当はやるとまたいいんですけども、今回炭焼きで桜蒸しを作ってみました。この桜蒸し、中に、鶏のそぼろを、一度よく火を入れてそぼろになった時点で、白味噌、京都で使う白味噌なんかですね、それを一緒にそぼろと混ぜて、それであんこを作りました。そのあんこの周りに、宮古晴美あんこの周りに、今度炭焼き、お刺身状に切ったのを、今度薄く塩を当てたものにを、このあんこに巻きつけて、でこのあんこピンクのものは道明寺、よくもち米を砕いたものですね、和菓子とかに使うやつですね。それを上にのせて、桜の葉っぱを引いて、で蒸して完成しました。またなかなか美味しいかと思います。あ、ピンクのお姉さんが好みそうですね、これ。そうですねぜひ作ってみてください。ちょっと手間はかかりますけども。ではこれから試食させていただきます。じゃあまたよろしくお願いします。また日曜日です。